できる限りのことをする。ありがとう、ソフィア。どんな助けもありがとう。
ありがとう、ソフィア。助かったわ。あいつを狙える。やってみるわ。やめて。私の武器じゃヘリはびくともしない。ダメだわ。もう一度よ、ソフィア。用意して。投石機をもう一度準備する。待って、ヘリが速すぎて当てるなんて無理よ。待って、考えがあるわ。火薬玉がヘリに近づいた時に私が弾を撃てば、その爆発が届くかもしれない。そうだといいけど。ライトをちょうだい。準備する。飛ばして。了解。行こうよ。どんなもんよ、この野郎。よくも軍隊を送れ。すぐにあの女を殺せ。Thank you.
行くわ。重りをつけ直さないとすぐに済ませる。いいわ、やって。私は偉大な人間だ。あなたは偉大でも何でもない。アナにそう信じ込まされただけよ。
お前の父を殺したんだ。嘘よ、そんなの。彼は命乞いをしていたよ。それが無理だと分かったら今度は君の命乞いを始めた。嘘よ、やめて黙りなさい。あんたには生きる価値がない。死んで。死んだのよ。いやよ。トリニティがもたらすのは死よ。それが全てなの。もうやめて。このために全てを犠牲にした。今さらトリニティに渡す気はさらさらない。お父さんはどうなるの？歴史上の笑い者になってもいいっていうの？やっとここまで来たのに簡単に諦めるの？その犠牲を払う覚悟はできてるわ。あなたには譲れない。これで救えるのよ。苦しみ死にかけている無数の人を。さあ共に変えましょう世界を。代償は高くつくわアナ。生は決して永遠じゃない。死は生の一部なのよ。言うのは簡単よね。あんたは死にかけてないもの。あなただけの問題じゃない、人類の問題よ。人であることの意味を守らなきゃ。奴らが来る。囲まれた。ジェイコブ危ない。神秘の源は世に出してはならない。今がチャンスよ、ララ。私たちがやってきたことが報われる。もうクロフト家の人間が死ぬことはない。覚悟はできてる。私は違う。お願いよ、死にたくない。唯一の望みなの。アナ、ダメ。長く生きすぎた。壊すこと分かってた。長く生きてきたが、君のような人間は珍しいよ。いよいよだ。私の最後。ごめんなさい。何か変えられると思ったのに。変えたさ。君は立派だ。愛しいララ、私が亀井に塗りたくった恥を墓の中の父が知ったら安らかに眠れないだろうと思うよ。クロフト、亀井に何の意味が。
私はいつかお前が成功することを願っている。いいか、類まれなものとは成し遂げたことによって決まるのだ。神秘の源はあれでいい。パパに申し訳ない。彼も同じことをしただろう。さあ飛行機に乗るんだ。父の最後のテープを何千回も聞き直した。だけど今になって初めて父の言葉を聞いてる気がするわ。父がどんな選択をしたかなんて関係ない。私自身の決断をしなきゃならないのよ。キーテスの神話は真実なんだわ。世界を変えることができる秘密がそこにあるのよ。見つけなきゃ。父のためでもない、誰のためでもない、変えるためよ。それが正しい方向であることを祈るわ。アナ、もうクロフト家の人間が死ぬことはないって言ったわね。どういう意味なの？あなたが父を殺したんでしょ。トリニティは彼の処刑を命じた。でもできなかった。嘘よ。愛してた。いや、始末しました。よし、クロフトはどうしましょう。まだだ、まだいい。